本当の友達なら年齢や性別、そもそも人間かどうかなんて問題ではありません。物語の舞台は千葉県の館山湾です。約30年前、ダイバーの荒川博之さんは一匹のコブダイと出会いました。これは実に運命的な出会いでした。当時荒川さんは海底神社を参拝し、ゴミを集め住民の安全のための監視をしていました。ここの温暖な海は人々を魅了し、多くの観光客が訪れていました。荒川さんは水中ですぐ近くに何度も姿を見せる不思議な魚がいるのに気づきました。羊のような顔、大きくコブのように突き出た額と巨大な口を持つ、かなり特殊な外観のこの魚の存在に気づかない方がむしろ不自然でしょう。はじめこの魚は怖がって近くには来ず、海底神社の周りを回っていました。この物語はこのコブダイが怪我をしなければ起こらなかったでしょう。その後荒川さんはこのコブダイをヨリコと名付けますが、ヨリコはどうやら森で疲れたようでした。この傷のせいでヨリコがうまく泳げず、食べ物を取ることができなくなっていることを荒川さんは気づき、餌をやるようになりました。やがてヨリコは荒川さんを怖がらなくなり、数週間後にはすっかり元気になり、その頃には荒川さんにすっかり懐いていました。荒川さんもヨリコに愛着を感じるようになり、毎日のように海に潜り、ヨリコに餌をやったり一緒に遊ぶのを楽しみにしています。タンザニアのサファリパークのレンジャーであるジェフリー・コンドンさんは、嵐で群れからはぐれてしまったペリカンを見つけました。彼は一人ぼっちになったペリカンを保護し連れ帰りました。コンドンさんはペリカンをビッグバードと名付け、飛ぶことから魚の取り方まで生存に必要な全てのことを教えました。コンドンさんは言います。ビッグバードは私たちのキャンプのメンバーを群れの仲間だと思っているみたいです。私たちはこの鳥が知るべきことのほぼ全てを教えています。のんびりした性格のビッグバードの教育は予想以上に困難で、教え方には工夫が必要でした。私たちはビッグバードに自力で魚を取ってほしいと思いました。一緒に水に入って泳いだり潜ったりしました。私がビッグバードをカヤックに乗せると、ビッグバードはくちばしを水につけます。魚が泳いで入ってくれるのを待っていたのです。しかし残念なことに、ビッグバードは船で事故が起きた時に死んでしまったそうです。ロサンゼルスに住むドミニク・アーラーさんは、毎日赤いスクーターで公園の池まで行き、ガチョウたちに餌をやります。10ヶ月ほど前、1羽のガチョウがまるで犬のように彼の後をついて回るようになりました。このガチョウは公園ではすでに有名で、マリアという名前がついていました。マリアは毎朝ドミニクさんを出迎え、彼が他の鳥たちに餌をやる間、池の周りの道を一緒に歩きます。自分の分の餌をもらっても、マリアはドミニクさんから離れず、彼に近づく人がいれば威嚇して追い払います。1時間ほどでドミニクさんはバイクに戻ります。彼のバイクが速度を上げ始めると、横を走るマリアもスピードを上げ、ついに飛び立ち、彼のヘルメットの高さで一緒に飛びます。ドミニクさんは話します。対向車のドライバーはいつも驚いています。マリアが私のそばを飛んでいるのを見て、みんな本当に目を大きく見開くのです。2ブロックほど走ると、ドミニクさんはバイクを止め、マリアを公園の柵まで送ります。こうしないとマリアは私と一緒に家まで飛んできてしまいます、と彼は説明します。ドミニクさんは近々池が工事のために閉鎖されることを心配しています。鳥たちは別の池に移す予定だそうです。私は移動の時マリアに付き添うつもりです。こんな友達を失うことは誰も望まないでしょう、とドミニクさんは言います。ファイギンは命の恩人への感謝を言葉で表すことはできません。そうしようと思うといつも歪んだようなうなり声が出るだけだからです。しかし生後間もない時に
巣から落ちたファイギンの世話をし、ミミズやコオロギを食べさせてくれたビッキー・ケンワードさんに感謝を伝える他の方法をファイギンは見つけました。ファイギンはビッキーさんからまたはビッキーさんの頭からめったに離れません。ファイギンは自由でいつも好きなところに飛んで行きます。私は止めたりしません。でもファイギンはいつもここに帰ってくるのです。実際ファイギンにとっての家は髪の毛のあるところのようです。ファイギンはまだ小さな頃からビッキーさんに懐いていたので、新しい生活に慣れる必要がありました。ビッキーさんは続けます。私が犬の散歩に出るとファイギンはいつも一緒に来ます。歩くのが追いつかないとぴょんぴょんとジャンプするんです。おそらくファイギンは高い場所にあった巣から落ちたのでしょう。かわいそうに道端でかろうじて息をしていました。このヒナは元気になったら巣に戻るだろうとビッキーさんは考えていました。しかしファイギンはどこにも行きませんでした。まるで人間や犬と一緒にいるのが楽しいようでした。ビッキーさんによるとファイギンは言葉を言う練習をしているのです。すごく面白いんです。カラスの声とは思えないような音を出すんですよ。とビッキーさんは話します。オーストラリアのダイバーで写真家のリック・アンダーソンさんはもう7年間もオオジロザメと友情を育んでいます。このサメがまだ15センチほどの子供だった時に彼らは一緒に遊び始めました。アンダーソンさんは話します。私はサメを驚かさないように近づいてそっと撫でてみました。私に慣れてきたら手で捕まえたり話し合ったりできるようになりました。彼によるとこのサメには名前はありませんが、鱗の模様で他のサメとは区別がつくようです。現在このサメはもう 1.5 メートルになり、アンダーソンさんが水中に潜ると彼の元にハグを求めて寄ってきます。オーストラリアオオジロザメは基本的に人間に害を与えません。しかしアンダーソンさんは他の危険とされるドラザメやオオジロザメとも一緒に泳ぎます。彼はこうした活動を通してサメは危険というステレオタイプを壊したいと考えています。ライオンはゴロゴロ喉を鳴らしたり甘えたりしませんが、もしそれができたならメスライオンのキアラは疑いの余地なくそうしていることでしょう。キアラがまだ小さな子供の時、アドルフさんに出会いました。彼は小さなキアラに食事を与え懸命に世話をし一緒に遊びました。彼らの心は強い絆で結ばれ、キアラは大きな大人になっても彼を覚えているだけでなく彼のことが大好きで、まるで飼い猫のように彼に甘えます。ロデリック・オルセンさんは動物の命を大切にするとても優しい人です。オルセンさんは多数の馬を飼育していましたが、ザクソンという名の馬だけは少し特別でした。ザクソンを迎えて約10年後、この馬は失明してしまいました。このような場合ほとんどの馬のオーナーは馬を安楽死させます。しかしオルセンさんはそうすることができませんでした。最初はやはり困難がありました。しかし時間が経つにつれザクソンは主人を信頼するようになり、周囲を彼の目を通して見るということを習得しました。ザクソンの動きは前よりも慎重になりましたが、毎日生きること、そして人間との友情を楽しんでいるようです。今回ご紹介した物語は既存の物事の理解の枠を壊し、私たちが自然と深くつながるための秘密のベールを開いてくれます。このビデオが気に入ったらいいねを押してください。また次回お会いしましょう。